パイクシンガーっていう、だからお笑いとかでもやっぱそういうとこあると思うんで、だから例えば大変サブロシローっていうのはやっぱ B&B の良さも持って、いやもう速さとスピードも、でもね、後のその無駄はないよ、無駄は。バンドブームにも通じるね。そうだよ、そうだよ。だその層があって、厚さがあって、でもその中にもこう新しい古いもあって、それがどういう風になっていくのかっていうのは、だから俺すごい聞きたかった。俺の中でその三郎四郎っていうのは全部欲しがっちゃったけど、だからテレビも出たい、劇場も出たい、だから全部もう本当。若いからこそ全部、でもそれは先輩たちもちゃんとルール守ってきたのに、革命ではなかったわけ、やったことが。だから音楽でもやっぱり不義理って、やっぱり不義理って難しかったよね、まだその、しかもそう、時代が絶対にそのおかげでっていうのもあったのに、やっぱ不義理、対処って言葉がなかった感じです、もちろんもちろん。やっぱり一応あの三郎市長は戻ってきやった。その時戻ってきた人に、悪いけど、若手と同じ給料から始めるからなって言って、それでも分かりましたって三郎さんは、で、四郎さんは、うん、あの実力もあったのに、うん、作家さんはやってたんだよね、そうそう、裏方をやってたりとか、そういうことなんだ。だから要は、例えばさ、じゃあ敏郎がさ、なんか不祥事を起こしてね、じゃあ裏方さんにやってくれたら、やっぱ絶対歌いたくなるじゃんっていうのと一緒で、なぜかというと、これ現場主義だから、あので俺とか実は、口数多いからプロデューサー向きなのよ、本来。で、だから年の高さ、だから絶対そんな裏方に、やっぱ出れなくて、やっぱ表に立てなくなって、やっぱおかしくなっちゃうわけよ。そうですね。じゃあちょっとあこっちルートは見てみて。いきなり戻すの。戻さないともう。違うで、みんなそういう話が好きなんだって。UK パイプスと、いや太平さんたちの話してればいいんだよ。合わへんし。合わないの。合わない、いや、実は全然違うかもしれない。いや、でも、違わないんだよ。違わない。だから、まあ、ニューキー別格で置いといて、うん、俺、その次に、やっぱ好きなバンドは SS なの、うん、スーパーステピットなの、うん、っていうのは、そのさ、芯がどこにも見えないのに、自分たちの芯を、こう、いろんなものがある中であるっていう、周りがある中に、真ん中に芯がいるの、ドーナツみたいな感じなんだけど、不安定と見るか、それが面白いと見るかで、俺はもう SS なんかは、もう本当に好きすぎて。そういうことなんか、インストゥメンタル、歌詞のない曲とかもあったり、なんかゆっくりな曲もあるし、でめちゃくちゃ速いパンクな曲もあるという。うん、これって、すごくお笑いにすごく最近、よく聞く言葉なんだよ。尖ってた。尖ってたってすげえよく最近よく聞くなよ。一番初めにライブほら見た時にサックスだったって話だったじゃん。その時もだって俺見た時すごかったの。だってサックス吹きに出てきたのにライブが一ちゃんが出て、あこの人花があって、でその時にさもう今みたいにこう真っ赤な何あのジャージカニみたいなジャージ着てプワーって吹いて、したら俺らみたいなガキがうわーってなって、うわーってモッシュが起きたの。したらそれ見てガチャンっつって、なんかそれ見て頭きて、でいなくなっちゃったの。でしたらアイスを食べてこうやって帰ってきて、新宿ロフトで上がファミリーマートだったから、一回なんかこいつら乗ってんなと思ったからアイスでも買いに行こうと思って、アイス食べて帰ってきて、でアイスバチンってまだ乗ってるなって、そこで知らないんだよ。またモッシュにうわーって入って、でまたそれ拾ってブワーってやって、もう俺さもうめちゃくちゃさがトリッキーすごくね。それ何なんですか。なんかわかんない、なんか狙ってるわけでもないし、なんでもない。なんかちょっとその時のこと本当のこと言っていい？本当のこと言って。多分これ初めて見たいっちゃんのライブがそれだから。なんかいやお笑いとかでもそうだと思うんだけど、例えばなんだけど、お笑いの人とかが例えば面白いって評価じゃなくて、かっこいいとか、まあ、かっこいいはミュージシャンなんなきゃいけないけど、かわいいとか、ちょっと照れちゃうみたいな感じってわかる、はい。そこじゃねえんだよっていう。その感覚やったんです。さっきも言ったお笑いの時にこう尖ってたっていうみたいな感じで、そんなもん俺欲しいんじゃねえんだってでもその中で好きになってくれたら好きになってくれっていうところで、なんでアイス食うヒールだよ、ヒール。いや、それ分かりますけど、そのサックス投げつけて履けるの分かりますけど、なんでアイス、アイス、それなんでさ、アイスなんて誰も傷つかねえじゃんから、安全靴で人の頭蹴るよりどっちがお前平和か。マーフィーズローはビールをこうやってみんな振って、みんなわーってやってるわけよ。
だってさ、じゃあそこでさ、自分がない、自分がさ、やそれ映像残ってないいっぱいあるよ、多分見てる、いっぱいあるよ、見たい、あるよ、見たい、絶対見ようやっぱね、好きなやつって昔横でこうハンディとか撮ってて、ね、ロフトとかさ見たい、その投げつけるとことアイス投げるとこ、うん、だから本当にだから、その映像ないから見ほんと都市伝説だと思われてるけどまあ、ほんとだからほんとだからだから、ちょっと分かるけど、分かるけど、場外乱闘だね。ほんまにサックスを投げたら。いや、だからそれは本当に一つ言っていい。なんか、そういう、で、例えばこういうストーリーもさ、俺の中ではもう天才的でしかなくてさ、それが、例えば、まあ、音楽以外で違う、例えばね、ニューキーのみっちゃんみたいにさ、ほら、花丸うどんで開花する人もいればいいし、いいじゃん。だけど、音楽の中でいる中で、いっちゃんがなんか隠居説みたいなのが自分の俺はもういいんだよねみたいなのも、まあそれは気に食わなかったらやっぱ、いやいや、もっとこんなすごいバカにしたんだよこいつ。俺のことバカにして、ちょっといろんなとこでなんかちょっと喧嘩をふっかけてきてるのが結構こいつはね、めんどくせえやつなんだよとにかく。違う、先輩たちは喧嘩をふっかけないと聞いてくんねんだもん。だから俺らは例えば、それでもいいですよ、でもこういうふうにやってくれませんかなんつっても絶対やってくんないの。じゃなくて、もう喧嘩打って、あ、なんなんだよ、てめえら、こら、おっさんよ、みたいなこと言った時に初めて、おい、てめえがけ、こら、後輩がよって言った時に、初めてこう、話を聞いて。ムカつくもん。ただ、それまで聞いてくんないの。今はちゃんと、今はもう普通にこうやって、いっちゃんさって言ったら、いや、でもそれはすごい、いや、いろんなライブとか。いや、俺、だから、いや、俺で、多分世の中で、世の中に行きたい、例えば、もちろん、ブラックマンのファンいる、エルレガーデンのファンいる、まあ、ハイスタンダードのファンいるとも、俺結構知られたことで俺年下だと思われてるんだよ、なんかあのこいつよりも。いやいや、年、いいじゃないですか、ラッキーじゃないですか。なんかこうラッキーじゃないですか、それ。まあ、なんかこいつどうかなんか後輩こいつさっきのエアジャムのレイヤーで言ったら俺たちなんか一番下だから、だからそれがさ、いくら2000年以降になったってそしたら先輩から見たら後輩じゃん。でもそれは敏郎がちゃんとその年齢関係なく見せつけるというか、だってそれが先輩が悔しかったらこいつなんだよって思えばいいだけで、いやこいつらにブラグマンには負けねえよって。だからちょっとプロレスに似てるわけよ。別にアントニオ猪木がトップなだけじゃなくてもいいよ。別に俺すごくブラグマンって前だけに似てると思うんだよ。なんかすごく蹴り入れてくんだ俺結構長州でもいいし藤波でもいいんだ別に。あの全然あのなんかに乗せる話じゃないから、これあの後でキャンプそっちで話せばいい話だ。そうだから、じゃあ最後に言いましょう。そのニューアのアコチルの良さ。最後ぐらいちゃんと仕切って。いや、お前の仕切りが悪いから。こんないっちゃんが終わらないわ。アコチルの話をするために来たんじゃねえのか。俺めっちゃやってんの。違う、こいつなんなんだよ。お笑いとプロレスしかしてねえじゃねえかこいつは。俺が勝手に取れ高を俺があれば大丈夫かなと思って。いやいや、すいません、勝手に回しちゃってすいません。俺が勝手に回しちゃったのに。いや今日はもう、いやニューキーとかでいいじゃん。3人好きなバンドは、あ、いい、世界一でニューキーだ。いや、そうなんで。いやもう来年ニューキーも呼んで。あ、こちる。こねえんだ。Easy Love Baby。 いやでもほんまに、だからもうニューキーの話はちょこっとだけ。高校の時にニューキー好きで見てて、その後にダウンタウン好きっていうので一緒。お笑い芸人でさ、今言うかぶせんじゃねえっつってんだろ。しかも音楽の話してんの。芸人がお笑い話してんの。なんでもう一回お笑い。はい、どうぞ。Looking for 泣き出しそう。Looking forこれくらい。